チャオ、マヒロです。6月17日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れましたね。はい。で、睡眠タイプはすやすやこい、すやすや、くぅ、トントンになっちゃうかな、すやすや、うぅ、ラストチャンス終わったわで、寝るときはマスター 5?で寝ましたかね。4か5。ちょっとごめん、忘れた。チャンネル登録と高評価よろしくね。はい。お、お腹の上、これは白龍？そうだね。いや、かわいい。白龍かわいいよね。ちょっとでけえけどな丸まってんのちょっとやだな。ヘビ、ヘビ、こいつで、え、でも竜だよね。ヘビ、ヘビみたいでちょっとやだな。はい、左側行きますね。はい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 。本当にヘビいたわ。もうそのさ、裏っ側見せないでほしいんだよね。ちょっと気持ち悪いから。ま、ヘビあ、白竜もう一匹いる。ヘビばっかだな。いや、白竜は竜か。ヘビみたいな寝方してるからヘビに見えちゃうよね。え、どれ取ってきゃいいのこれ。もうミニ竜の状態で欲しいじゃん。まあでも、もうミニ竜はもうね、昨日いいの取れたから、いらないといえばいらない。あー、でもチャンス来ちゃうのか。まあ、チャンスがね、来ちゃったらもうあげるしかないよね。まあ、でも、ちょっとウツボット取れるから、トマトマトマウツボットが欲しいんだよね。まあ、今、トマトマトマいるんだけど、食材確率アップの、性格が食材アップの、やつが欲しいんだけど、まあそんなのはなかなかね、手に入らないけど。じゃあチャンスついてるから、とりあえずね、あげちゃおうと思います。特大成功！はぁ。はい、ということで、本日はこれで終わろうと思います。いや、でんねちゃん出なかった。最初の方にすやすやね、頑張って撮ってたのがあまりよろしくなかっただろうか。このまま白龍でいいね。終盤ですやすや撮るべきだったか。でもすやすやはね、ほんとね、狙って撮れるもんでもないのよ。うっといとぐっすりは、まあね、まあ、なんとかしたら取れなくもないけど、すやすや難しいんだよ。さあさあさあ、うつどん。控えめ。わ、なんだっけな。うわ、トマジャガー。全部ばらけましたか。さよなら。トマトマトマが欲しいんだよ。でも今、ちゃんと見てなかったな。サブスキルに食材アップあったかな。はい、ということでね、昨日言ったように、若草に来ましたね。で、まあ多分寝るときマスターで寝れるかなっていう感じですね。で、今日というか、まあ今週のメンバーはもう、どうすればいいかわからない。カレーが難しすぎるんだよね。一応絶対眠りメンバーで行ってますね。でもそのトマトが本当に足りなくて、このウツボットがさ、トマジャガトマジャガなんだよ。ね、やっぱトマトが足りなくなるんだよね。だからトマトマ欲しいんだけど、アメちゃんがないからさ。で、ランダムだよね、みんなも。身はこんな感じになってますね、今週は。まあだからちょっとね、食材タイプ、食材で今週はね、乗り切るしかないかなって思ってるんで、ああ、ちょっとね、木の実タイプ1匹で、しかも木の実の数 S 持ってないっていうね。まあ、イワーク持ってるわけがないんだよ。厳選してないんだから。まあ、これで行く感じになりますかね。あとね、アメウロボちゃん。これ。かわいいな。はい。新しい装置に気づいたみたいだね。それはアメウロボという装置だよ。はい。アメウロボについて。アメウロボを使うとタイプのアメを手に入れることができるんだ。まとまった数のポケモンのアメと夢のかけらを投入すると、はい、
18種類のタイプの飴の中からランダムなタイプの飴が出てくるよ。投入したポケモンの飴によって特定のタイプの飴が出やすくなるからいろいろ試してみてね。まずはたくさん持っているポケモンの飴を投入して使ってみるのがおすすめだよということで、ちょっと一回使ってみようかね。これらのアイテムをあげるから気が向いたら使ってみてほしい。それじゃあよろしくね。何？ピカチュウの飴と夢のかけらもらったわ。ありがとう。あ、本日の使用4回使用できるんだね。で、1回目は夢のかけらが1000で、できると。ちょっと一回やってみようか。どうしようかね。キャタピーの雨を。あー、プリンちゃんの雨めちゃくちゃ多い。だってプリンちゃんもカンストしてるから使う必要もないんだもんな。プリンちゃんの雨って何の雨に縄るんだろうか。あとさ、ウソッキーの雨とかさ、そうダンスの飴とかさ、いやもう使わない使わないじゃん。ソーナンスの飴でも使ってみる。何個だっけ。あ、40個か。ちょっと長押しできるね。はい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 。じゃあソーナンスの飴40個使ってみますね。多いな。で、何飴が出んの。わ、食べた。どっから出る。あ、吐き戻される感じ。ノーマルタイプの飴だって。え、これノーマルタイプって何え、何にでも使えるってこと。え、何ノーマルタイプの飴って。ポケモンの飴、ノーマルタイプの飴って何。どうやんの。ノーマル、え、ノーマルタイプの飴、ん、ノーマルタイプ、え、どこ行っちゃったの。ノーマルタイプのアメちゃんはえ、あ、こっから見れない感じ。ん、アメちゃんってでもこっから見れるよね。え、なくない。え道具に行っちゃった。あ、道具に行くのか。道具圧迫しちゃうじゃん。まあでもノーマルタイプのポケモンの飴 ×25 いいね。え、いいね。次は夢のかけらどれぐらいで。5000。あー、5000。とりあえずちょっと使ってみるか。次何なのか気になるよね。じゃあノーマル、ソーナンスの飴絶対ノーマルになるわけじゃないよね。まあでもとりあえずちょっと使ってみようか。はい、ソーナンスってタイプなんだ。吐き出しました。アクタイプ。ソーナンスってアクタイプなので、次が15000。うわ、次そしたら3万かな。15000、ちょっと多いですね。はい。ということで、まあ1日1回使うのがまあ無課金、いや5000ギリギリかな。ちょっと1万5000ちょっと多すぎだよね。まあちょっと1回か2回使っていこうかなと思います。はい、ということで、皆さんは今週はどこで、過ごすことにしたんでしょうか。よかったらコメント欄で教えてね。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。